はい、皆さんこんにちは。対馬地区漁業士会 YouTuber のソードです。明日1月13日午後1時から対馬芥にある寿福院の方で、大漁祈願、そしてコロナ退散を期してごまを炊いていただきます。コロナ禍のため少人数で行うと思いますが、ごま行の様子は後ほど動画の方で配信させていただきます。皆さんコロナに負けず頑張りましょう。